視聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門旧正術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は10月2日日曜日中京11レースのポートアイランドステークス2022の予想とおまけでスプリンターズステークスの予想をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では目次です。最初に10月2日日曜日の暦の解説をしていきます。暦の解説では軸馬の選定や軸馬から流す馬の選定など狙う馬をある程度絞り込むための情報を提供しています。それから中京11レースポートアイランドステークスの予想とおまけで中山のスプリンターズステークスの予想をしていきたいと思います。六白金星の色は白ですね。鋼色、スティールグレーっていうのもありますね。ここでは競馬に関係のある勝利だけを取り上げていきます。六白金星は男星ですね。その基本的な勝利は石、鉱石、岩、金属、高さ、天、円ですね、丸ですね。高い、至高の、高級っていうような勝利から六白の日は高い配当が出やすく楽しみな日なんですね。レベルの高い馬、騎手が活躍する日です。高齢馬、年齢の高い騎手も活躍しやすい日ですね。それから高のつく騎手、厩舎、例えば高木とか高野とか高橋とか、あるいは石橋、石川などの石のつく名前、岩田などの名前が3位になるんですね。それから馬名ではトップ、ハイ、ロック、スカイ、ヘブン、アップ、レイズ、ハード、硬いですね。スティールなどの馬が来たり、よくサイン馬になるので注意ですね。晩年運の勝利から後半になるにつれて波乱度が上がっていきやすい日ですね。下克上っていう意味から昇級初戦の馬でも好走したりします。外国とか海外、国際的っていう勝利から外国人騎手、例えばルメール騎手やデムーロ騎手、レーン騎手などが来やすく、また馬主ではゴドルフィンとか、また丸外の馬が来やすい日でもありますね。権威とか統率力、指導者っていう勝利もあるので、ルーラーシップサンクとかキングカメカメハサンクとかエンペラー、オーソリティや名称などがついた馬名馬などが活躍しやすい日ですね。円という勝利、丸からサークル、ラウンドといった馬名馬とかもサイン馬になりますね。六白の日は千馬は勝ちにくい日なんですね。オスが勝つ日です。ただ六白の日は現金が目減りしやすい日で、あまり手を広げず狙いを絞ってレース数も絞って選択することが重要な日ですね。3枠、6枠、サブロー枠ですね、こういった筋の枠、馬番、それから人気も3番人気、6番人気とか筋の人気が来やすいですね。4枠と4番、9番も出やすいので注意です。6枠以外の白枠、1泊の1枠ですね、8泊ですと8枠、これも注意したいですね。同じ白枠ですからね。白毛馬、足毛馬が来やすいので注意です。後半戦になるにつれて配当が上がりやすいので、前半戦にはあまり手を出さず後半にレースを厳選して勝負するのがいいですね。それでは6曜の戦母の勝利です。戦母の日は午前中が今日、午後が吉という日で、先んずると負けという勝利から逃げ先行は苦しくて、差し追い込みの先方の方が有利ということを表すんですけれども、これは馬場状態など読めば分かることなので、それほど気にしなくてもいいと思いますね。
それよりも重要なのは線分は奇数とマイナスを表すということなんですね。これがとても重要です。奇数の中でも特に1の数字で1枠と1番馬番あと11番に入っている馬とその枠が来やすくなりますね。あと1とか11、1やファーストなどが場面に入っていれば、たとえその馬が来なくても隣の馬番や隣の枠が来るというようなサイン馬にはよくなるんですね。1の字の入った騎手や馬主名もサインになるので要注意です。それではポートアイランドステークス2022の予想とおまけで中山のスプリンターズステークスの予想をしていきたいと思います。まずこのレースの波乱打予測ですが、前回予想した中山10レースの内房ステークスは軸馬2頭が2、3着と2頭とも馬圏内に来たのに連射に流す馬の主者で、10点にするために最後に切った北の竜王が1着に来てまたもやキルクールになりがっくり来ました。迷った末に最後に切ると大当たりするっていうのは麻雀でもよくやったんですけれども、北の竜王は6番人気で白く木製は中くらいの配当が出やすい日と解説したように、これくらいの中くらい人気の馬が来る可能性が高い日だったのでやはり切るべきではありませんでしたね。先勝の日は赤枠3枠7枠は出やすいと解説した通り1着2着馬3枠7枠で余計悔しい思いをしました。前走1着の小規模不振というデータがあって4枠の2頭が該当していたのでローテのきつい8番耐性スラッガーの方を切ることも考えたのですが、やはり自分には無意識に大外の方が不利っていうふうに見て外側から切っていく癖があるんですね。で外枠の14番の方を切ってしまい大いに反省しました。この間無理に切ろうとせずに予算1000円オーバーでも11点流しにしようと言っていたんですが結局できませんでした。本当に連下に流す馬の主者についてはまだまだ修行が足りませんね。今回は中山のメインはスプリンターズステークスですけれども、メイケーエール、ナモラ、クレアら断然人気の馬がみんな外枠に入ったのは、内枠の人気薄の馬が馬圏内に絡めて配当を少しでも良くしたいという JRA の意図があるとみて少し興味が湧いたんですけれども、まあ、ここはおまけ予想にとどめ、こちらのサイトのメイン予想は裏の中京のメインレースポートアイランドステークスの方にしました。このレースはここ2年フルゲート16頭立てで行われてきて、まあ、小波乱程度の配当でしたけれども、今年は12頭立てと小頭数のレースになり、凱旋門賞や中山の G1 が行われるせいでほぼ全馬が乗り換わりで休み明けの馬も多く波乱の目は十分にありますね。5年前には11頭立てで45万馬券が出ていて、小頭数レースは荒れるという格言通りになることを期待して予想していきたいと思います。日曜日の中京の天気予報は晴れで名古屋らしく10月なのに猛暑日になりそうですね。休み明けのフレッシュな状態の馬を狙いたくなりますね。芝コースの状態もまだ良い状態を保っていると思われますので、最後の直線はコースを真ん中で割って内側の方を通ってきた馬が伸びるという中京独特の馬場が想定されますね。土曜日の競馬で確認しておきたいところです。1000馬が2頭いますけれども6馬金制の日なので、まあ、勝つのはやはりオス馬の方でしょうね。暑いので牝馬も狙いたくなりますが軸はやはり牡馬の方でしょう。関東馬は近い中京では好成績を上げていて、まあ、十分に馬券圏内だと思いますね。それでは連帯候補馬の選定、連軸候補馬を選ぶ基準についてです。中京の芝コースは直線が長いといっても4コーナー出口がきつく、追い込み馬は相当なハイペースにならない限り4コーナー出口で外を回せられると外側に膨らんで直線も幅の真ん中より外を走らざるを得なくなって直線は長いけれども先行馬には追いつけないという
特徴のあるコースで、直線の幅員を幅ですね半分に割って、真ん中より内側と外側では芝の色も微妙に違っている気がして面白いコースなんですよね。ショート数の今回はペースも遅めに流れるでしょうから、後ろから行く馬にとってはなんとか4コーナーで内側に進路を見出さないと苦しいという展開が予想されます。前走の着順が2桁の馬がほとんどで、着順が良いのは昇級戦のシャイニーロックのみというメンバーで、休み明けの馬も半数以上いて軸馬を決めるのは難解ですね。またほとんどの馬が乗り換わりで、初騎乗の騎手も多く、格下乗り換わりも多い印象ですけれども、6波金星の日でもあり、やはりベテランの中堅騎手の信頼度が高いと言えそうですね。このレースは騎手の力量差が非常に大きくなりそうな印象ですね。明日の中京の天気は晴れで夏日の予報ですね。両馬場でしょうが、土曜日の競馬を見ていると直線内ラチ沿いがだいぶ傷んできて伸びなくなってきている印象でしたね。芝の 1600m 戦は2レースありましたけれども、逃げ馬は捕まりますけれども、やはり先行馬が強くて、ただ後ろから行く馬も最後の直線で、副員真ん中より内側のベルトゾーンですね、伸びるベルトゾーンに入れればちゃんと伸びるという印象でした。12頭立てのショートスレースなので、直線でこのベルトゾーンに入れないっていう心配はあんまりなさそうですね。戦部の日は解説したように1枠が出やすく、1枠と奇数枠は重視しますね。また馬番11番と11番人気にも注意したいところですね。6泊金星の日なので、主人の3枠6枠サブロー枠と馬番3番6番9番13番16番にはできるだけ流したいところですね。6番人気も来やすい日なので注意です。また六白の色の白の仲間である一白水星の1枠、八白土星の8枠にも流したいところですね。また六白の日は 4枠も出やすい日なので、できるだけ含めたいと思います。解説したように年齢の高い馬、騎手が来やすい日なので、積極的に狙いたいところですね。凱旋門賞は日曜日の夜にならないと結果がわからないので、凱旋門賞関連の3位は今週はなさそうですけれども、結果が良ければ来週が楽しみですね。ただ6枠にワールドの馬名馬が2頭入っていて、凱旋門賞当日ということもあり、ちょっと怪しいんですね。3位枠になる気がします。この6枠と両隣の枠をマークしたいところですね。プロ野球の方はヤクルトスワローズが優勝したので、中山は青、パリーグのホークスの方が優勝が日曜までに間に合えば、関西圏といえる中京の方でユニフォームカラーの黒と黄色の枠が出る可能性があり、要注意ですね。それではレンジ候補馬の選定です。以上の基準をできるだけ多く満たしているまで熟考しましたが、ショート数ですが上位人気馬の実力は拮抗していて、軸候補馬が5、6といる状況ですが、こういう時こそこのサイトらしく救世術と3位枠探しで軸馬を2頭に絞り、いつものように3連複軸1頭流し2本立てにしました。なお三遊亭円楽さんとアントニオ猪木さんが亡くなったというニュースが入ってきたので、この二方がどれだけ競馬界と縁があったのかは私には分かりかねますけれども、一応中山中京ともに黒の2枠には流すようにしたいと思います。連日候補馬1は7番のワールドバローズですね。1番人気は確実ですが、強力な3位枠6枠の馬なのと、中京戦六だけで全4勝しているんですね。この馬は叩き2戦目でまだフレッシュな状態なのも良いと思います。連日候補馬には2番のフォルコメンですね。戦馬ですけれども6泊の日ですが、
マイル実績、中京実績申し分なくて、先行して粘りもあり、差しに回っても鋭い上がりが使えるまで、そこが魅力ですね。ハンデが57キロ、やや重いのが気がかりなんですけれども、休み明け実績もあるので、天乗りで北村雄一騎手ならば安心だと思います。軸馬から長須馬の選定です。今回は11番パーティナシティと12番ウィン・アグライアーの8枠2頭を切るだけだったので楽でしたけれども、軸馬2頭とも来ることと8枠 両方が馬券内に来ないことを同時に祈りながらレースを見ることになれそうですね。連射に流す馬として以下の9頭を選びました。1番のカイザーバローズ、3番のビジュネル、4番のアドマイヤービルゴ、5番のエンデュミオン、6番のスライリー、8番のワールドウィンズ、9番のアルサトワ、10番のシャイニーロック、プラスもう1頭の軸馬、以上の9頭ですね。このレースの開幕ですが、今回は3連複軸1頭流し2本立ての馬券です。先ほどの軸馬からそれぞれ9頭に流して3600円 ×2 計7200円の買い目を推奨したいと思います。点数が多すぎるという方はどちらか片方にするか、点数を減らすか、連軸候補馬からの馬連馬単、あるいはワイド馬券等にすれば投資額を減らすことができます。続いて中山11レースおまけのスプリンターズステークスの予想です。プロ野球の方でヤクルトが優勝したことでユニフォームカラーの青は狙いたくなるんですけれども、六波金星の日は解説したように丸貝の馬がサイン馬になりやすい日で、8枠と1枠に計3頭もの丸貝の馬が入ってるんですよね。まあ凱旋門賞当日でもあり、強力なサイン枠になると思います。この8枠1枠2つの枠とその両隣の2枠と7枠は最重要視する必要がありますね。六波金星の日で、高齢の男馬と年配のベテラン騎手を狙いたくなりますね。軸馬1は4番のダイヤトニックです。短距離 G1 で数々の栄光を築き上げてきた安田孝之厩舎のロードカノロア3区で7歳の高齢馬です。騎手も年配で岩田藤さんも G1 なので張り切ることでしょう。軸馬には13番のメイケイエールですね。六泊の日でボバ優先の日ではあるんですが、前走で先団で折り合って精神的に成長を遂げたっていうのが明らかで、池添騎手は G1 に何といっても強い騎手ですし、強力なサイン枠8枠の隣でちょっと逆らえませんね。ここから1番2番6番7番8番9番10番12番15番プラスもう1頭の軸馬の10点に流して3連複軸1頭流し4500円 ×2 イコール9000円の買い目を推奨したいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。なお高配当のレースが見当たらない週はお休みすることもありますのでご了承ください。